良いですよ。アンゴ、私を取りまくってくれ。この寿命尽きるまで、さあ、さあ。風よ、私に何を望んでいるのか。わかったよ。にゃん。あの時はそういう仕事の後だったからな。会の女の子はすごいな。寝る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 。多くなくっちゃ。僕の名前は中島敦志。そうだな、ヤツの食事に毒でも盛ればいい。さてはラムネでいいよ、特別ね。なんだかツヤツヤしてるね、クニキーダ君。あん殺しにしておいで。俺の体サクってシャッター開ける瞬間すごい動いてない？それじゃあ美しいご婦人をナンパ。あなたの料理にはモザイクが必要でしょうが。ジルスちょーお願いだぞ。わーこの洋服着てよ。ダザイ、指が当たってる。これは昼に食べたカレーの香辛料が八つ枯れの腹渡で暴れているだけ。なんでそうなった。何億もの乳酸菌を芥川は飲んだ。エグマをペットとして飼う人もいるし。声をかけたい。固まっちまったぞ。体を見せておくれ、互いのためなんだよ。背格好が近いやつから、選ぶぞ。イエーイ、どんどんパッパフー。どんがいすぎや。鼻の下に口がある。うん、頭がとろけて頬が飛び出すほどに。やるな、今すぐ真っ二つにしてやる。あなたにそんな心あるんですか。あるよ、失礼な。かなりの寂しがり屋です。とっても寂しがり屋です。3を選んだあなた、もうとにかくめちゃくちゃ寂しがり屋です。反転。出汁は、せめて出汁は取ったんだろうな。カレー今食べさせて差し上げますわ。悪いやつではないのだ。ゲップ、解放してください。おとそくテイクワン。おりゃーって、ちょっとおら動け。おら、エビの尻尾を畑に植えれば。シュヤーンボーイ、グボーイ。出汁だ。花火買ってきましたよ。猫虎でした。ダラダラと毎日を享受してすみません。よし、殺したいんだよ。火はお腹を開いてみたくないか。 お前の体忘れられない。ガバッと3分で終わらせる。そんな即席麺みたいに。もったいないことしてるから人間的に失格。財産のエビ感が怖いです。後ろの人がうまく描けなくて。ああ、思いがほとばしっている。真っ二つだわ。にゃんにゃん、チュー。